日本語から英語に直訳するから間違える英文法っていうのがあるんですね、えー、英語の時勢の捉え方をより正確にするためのポイントのまとめですこれすごい大事な話ですよ、えー、今からね三つの例文を言いますのでこれ英語にパットしてみてくださいいきますよ一個目今日は売り上げについて話します二個目明日大阪に来ます 3個目彼は来週東京に来ると言っていたはいさあえっ、ー、とねこれについてなんですけども、えー、例えば、えー、今日は売り上げについて話します。これね I talk about sales today sales だとか明日大阪に行きますこれを「I go to Osaka tomorrow」だとか彼は来週に東京に来ると言っていたっていうのを「He said he come to Tokyo next week」って言った人いるんじゃないかなこれ間違いです、えー、何が間違いかっていうのを今からねあの説明をしていきたいなと思うんですけれどもえー、とですね日本語っていうのは何々しますっていう表現があって えー、この「します」っていうのは1つ目ね現在形に使うんでですよねでそれから2つ目「何々します」っていうのは未来形に使うんですね。 えとまあ、日本語っていうのは「何々します」っていうのが、まあ、現在形と未来形両方に使いますよっていう話なんですよだからここが問題なんですね。で、えー、と未来形に使う場合はこう未来を表す言葉例えば「明日」とかねなんかそういう言葉を使って未来のことを話しているっていうことが明らかな時に使ったりするっていうことなんですけども。 なんかね本当にこの現在形と未来形の使いこなしができてないっていうのがすごく多くってでよく直されるんですけれども要はね何かっつったら結構ね基本だと思ってる現在形っていうのをみんな使えてないのを正しく本当によくもう本当しょっちゅう聞くね。であの現在形ってじゃあ何なんですかっつったらなんか今のことをって思うかもしれないんですけども現在形の定義というのはあの。 普遍のことです。要は、 昔からもそうしてたし今後もそうすることを言うときに使うつまりもう一昨日もこれする,するし今日もこれやし明日もこれもう変わらないですねずっとこうしますよっていうねことをするとき、まあ、言うときに使うんですよこれが現在形っていうものなんですねでまあ、ちょっとこの考え方がぼんやりして分かりにくいかなっていう人もいると思うのでまあ、例文で紹介しますねえっ、ー、と今日はねちょっとビジネスの昼食会をするっていうあのシチュエーション 皆ささん想像してくださいねで、えー、と海外の取引先のお客さんが来て、まあ、3日間の会議で、まあ、初日のランチでみたいな感じでねイメージしてくださいよ。であのランチの前に「今日のランチはどこにどこで食べますか?」っていうことをねあの伝える時は、えー、例えば例文ですね「今日は神戸ビーフレストランに行きます」って。 言いますねこれも行きますでしょねこの日本語がややこしいんですよねさあこれ例文答え考えてみてねどうぞ <noise> はい答えいきますよ <noise>、uh, Today we are going to go to a Kobe beef restaurant っていうのが答えになります。えっ、ー、と、We will go to a Kobe Beef Restaurant でした人でも、まあ、これも OK ですね。えっ、ー、と、Be going to って行くつもりにしてますっていうニュアンスになるのでね、これを使いました。そう、でも、We go to a Kobe Beef Restaurant って言った人は、これダメダメね、もうそろそろ分かってるかなとは思うんですけれどもあの、行きますって言ってるので、Be go to コーベビーフレストランっていう人がいるんですよね。わりかし聞きますね。これをしないでねっていう話ですね。<laughs> さあ、続きやっていきますよ。えー、コベビーフレストランに入りました。そして、あの、注文なんかしてるときに、この、お肉の焼き加減についてね、話し、てか、あの、伝えたりするじゃないですか。そのときに、えー、私はミディアムレアにしますっていうのを英語にしてみましょう。どうぞ。 はい。答えは、I'll have a medium r e steak. これが答えになります。えっ、ー、と、何々注文するときね、I'll have これがあの一番言いやすい言い方ですよね。な,なんだけども、こう、I have a medium r e steak って言,う人言った人いるんじゃないですかねっていう話よね。で、えーと、この I いるっていうね、 日本語で言うとアイルなんですけど英語で言うとアオハーフアーオーハーブみたいな音になるんですよねなので L の音が聞こえにくいから L って言わなくてもいいんじゃないかなっていう気になっちゃうんですよね。なんだけどもこれはアオハーフちゃんと L の音言ってるんです。な文法的に言ったら will を使わないといけないっていうね。今からもらうっていうことですからね。ちなみにこの all have っていうのはこうなんかどうしようかなじゃあミディアムレアにしようかなって言ってこう今決めたことについて話すときっていうのは all っていうのを使います。はい。さあじゃあもう一個やってきますよ。 で、えっ、ー、と、こう、なんか、ステーキ食べながら、ね、取引先の人たち、日本人と普段からこう、神戸ビーフを食べてるのかしらとかって言ってね、思うんじゃないですかね。なので、普段から神戸ビーフを食べれてるのかと、て尋ねられまして、そして、そんな時にこういうふうに言います。うん、高いお肉はね、宝くじに当たった時のみ食べますね。っていうふうに答えるんですよね。さあ、これを英語にしてみましょう。どうぞ 答えは I only eat expensive beef when I win a lottery というふうになりますえっ、ー、とこれは、えー、時のみ食べますあこれが現在形の日本語やからこれを will にせない,いかんから I will eat とかって言った人これは現在形ですね will 違いますね現在形というのは 昨日も今日も明日も過去も現在も未来も絶対その子と同じことしますよっていう時に使うもんですよねなのでこの人は宝くじを買う人なんですよね前も変わってたし今も変わってるし、まあ、将来的にも買うんですよねなので宝くじに当たった時のみ食べますっていうことなのででその食べるっていうのも宝くじに当たった時も過去は食べてたし今も食べてた 未来もた食べますすっていうことですよねなので、えー、これは本当に現在形。これが現在形の使いどころですよねなので「I only eat expensive beef when I win a lottery」というふうになるということですよね。はい、えー、っともう一個いきましょうか、えー、そしたらねその取引先の人が言うんですよ「えー、そんなにしょっちゅう宝くじを買うのか?」ってね尋ねられるんですよね。さあ、えー、それに対してこう答えます。 月にね、五万円分ぐらい買ってるんですよって言って、さあこれ英語にしましょう。どうぞ。<noise> はい、答えいきましょう。I spend fifty yen for lotteries every month。ちょっと言いにくかったかもしれないけれどもね、言えたかな。えーと、まあお金を使いますっていう動詞使いましたね。はい、えーとこれも過去もそうしてるし。 今も未来もずっとこうしますっていうことですから「I spend50,000 円」ということで「現在形の使いどころ」っていうところですね。へ、はい、えー、5万円分買ってるんだ」って言っていう話になったんですよ。あのそうしたらあの取引先の人が「いやいやいやちょっと待てよ」と。 宝くじを買うのをやめたら毎月神戸ビーフが食べれるじゃないかと突っ込まれまして言われてみればそうだなと思って「あおやまあ君の言う通りだよジョンソンさん。来月は宝くじを買いません。そして妻とこの神戸ビーフレ,トレストランに来ます」って <laughs> 言うっていう、えー、英語にしてください。どうぞ。 はい、ちょっと長かったけどできたかな。えー、答えは、おーわー、you are right, Mr. Johnson.I want to buy a lottery next month.and I'll come to this Kobe beef restaurant with my wife. これが答えになります。えー と、will 形を使ってますね。will っていうのは、こう今決めた、あ、そうだねって言って気が変わって今決めたこと。なので、だから will を使うということで、I won't buy とか、I'll come to this restaurant with my wife とかっていうように will を使う。これが will の使いどころですよね。 はいというわけですね、えー、そしてそんな話をして、まあ、ガッハッハッハとかって笑うジョンソンさんに妻は来月きっとジョンソンさんにかい感謝状を送りますっていうふうに言うんですよねさあこれ英語にしますよどうぞはい、えー、答えいきましょう My wife will send you a thank you later next month これも will できたかなまあ、これは現在形にしないでねということですね送りますっていう日本語ますなのでねえっ、ー、と、My wife is going to send you to you 人もいるかもしれないんですけどここで「BgoingTo」を使うのはちょっとおかしいかな「BgoingTo」Be going to っていうのは何々にするつもりです」っていうことでまだあのワイフはそんなつもりに全然なってないからね。ということです。えっ、ー、と未来の使い分けっていうのがねなかなか難しいかなというふうに思うんですけれども。 チャンネルのね文法プレイリストの中ね時制のことを言ってるねあの動画もいくつかあるので覗いてみてもらったらいいんじゃないかなと思います OK Thank you very much for watching the lesson I'll see you in my next video Bye for now このこのチャンネルはは、yeah、右半身左半身現役英会話講師による夜面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよだからまずは チャンネル登録登録よろしくお願いしますします